ークの賜物です。はあ、イェルハルドたちが動いたよ。戦力をジリアンと二分して暴れているらしい。エリオットが陽動部隊に加わってくれたからさぞ心強いことだろうよ。報告、展望場に集結していたオークたちがついに嘆きの出現へと向かいました。おお、陽動は成功。つまり城は今ガラ空きだ。時は満ちたぞ。あんな大きなお城本当に落とせるかな。あの城の先にしか未来も希望もない。レスタニアの各社たちよ、ここまで来れたのもお主らの力添えあってこそだ。隊長さん、王家の通路からの侵入が成功すれば一気に城壁の内側に出られるはずです。僕たちも急ぎ出陣しましょう。はい。大丈夫、すぐに癒すわ。我がマスターの邪魔はさせるか。始めるわよ。
敵の気配が。敵発見。構え。
何かいるわ。近くにいた。そこだ。蹴散らしましょう。
磨き上げたこの妙技、その身に焼き付けろ。オークの勝利はここまでだ。小賢しいよ。嘆きの出現を取り立ったというわけか。オーケアッカーの名のもと、この城とこの国の民を返してもらいます。行くぞ。Come on.
り戻すのだ。ありがとう。Oh!
黒の章を打ち破ったぞ。みんな勝ちどきを上げよう。オークが、オークたちが次から次へと城を出ていきます。見せてもらったよ。すごいとは聞いていたけど、全くその通りだ。この国にもまだ希望が残っている。それが実感できたわ。隊長、皆さんありがとうございます。あとは陽動に出てた奴らが生きてるといいかな。エリオットとジリアンがいるんだもん。うまくやってるんじゃない？すぐに部隊を回収させましょう。次に目指すのはいよいよ王都メガドです。レスタニア勢の活躍でネド王子と解放軍は展望城を取り戻すことに成功した。士気上がる人々の間から砦から城へ拠点を移すべきだという声が上がり、ネド王子が承認すると同時に人々はせわしげに働き始めた。勝利への道はまだ半ばであることを知っていたが、以前と比べて人々の顔は明るい。一人一人の胸の中にしっかりと希望が根付いていたのだ。王子の姿をした仮初めの希望ではなく、それぞれが思い描くそれぞれの未来の姿が希望になった。さすがは私のマスター、努力の賜物です。